第2問、問3の B です。こういう問題が難しいですよね。どうすれば正確に判断できるか悩みがちです、いい方法を考えていきましょう。で、結局はこの水分子1個あたり何本の水素結合を持っているか判断できれば答えられます。与えられた図のこの正四面体の、中心の H2O で考えていきましょう。これ今簡単なために H2O だけにします。まあ、水素が、酸素が、それぞれで水素結合ありますから、結局全て水素結合とつながっているのは一緒ですからね。これが他の水分子と2、3、4箇所とそれぞれ水素結合でつながっています。で、そうするとこの水分子1個が持つ水素結合は4本のように見えますが、そうとも言い切れませんよね。この水素結合は2つの水分子によって共有されています。で、どう考えればいいかというと、まあこれ2人で共有してるわけじゃん。ってことは、こいつはこの分子が持ってる水素結合はこの水素結合の半分分と考えるといいです。 0.5 本分だ。こっち側の 0.5 本はこちらの水分子のもので、こちら側の 0.5 本分がこちらの水分子のもので考えましょう。で、他のものも一緒で、この半分がこちら側のもので、この半分がこちら側のもので、この半分がこちら側のものっていうことになります。で、そうするとこの水分子が持ってる、水素結合の数は 0.5×4 で2本ということになりますね。で、他のやつで見てもこの水分子にしても、この 0.5と 0.5と 0.5 って考えていけば、これが一つの単位として考えて何の矛盾もないことが確認できます。ですから、これで大丈夫です。で、これで分かったことは、水分子が、もうちょっと下に失礼します。まあ1個が2本持ってるってことは、それをモル単位にしてもいいので、水分子がもし1モルあったら、水素結合は2モル分あるってことです。いいかな。1個に対して2個だからね。で、今問題は、水素結合が1モルの時と聞かれました。水素結合が1モルなので、水分子は、それに対応する水分子は 0.5 モル存在します。で、水分子1モルを消化させるために必要なエネルギー、消化熱は9キロジュールと与えられていました。消化させる気体というのは、これ分子同士がバラバラになるということから、だから水素結合を全て切り離すエネルギーとみなし、等しいとするとありますね、消化熱は。問題の指定にもありますね。それで考えていいです。水分子1モルを全て消化させるためには9キロジュールが必要で、今水分子は 0.5 モルなので、必要なエネルギーは9の半分の2分の1 9キロジュール、こちらが答えになります。